お疲れ様です。今日はですね、なんと日韓戦優勝しますね。ちゅうことでね、最近なんか動画の中でも言ってたと思うんですけど、日本 vs 韓国のね、試合が大会がありました。で、まあ、そこで見事ね、まあ、日本の、我らが日の丸レッドチームが優勝したっちゅうわけで、ちょっともう今すぐね、このね、僕の動画閉じて、このもう一度見るを押してね、もうアーカイブをね、見てください。YouTube 秒で飛べるんでね。はい、ちょっと僕のイケイケなプレイがあるので、ちょっと見てほしいんですけど、で、まぁ、ちょっと知らない、わかんねえって方に、マジでめっちゃ軽く紹介します。説明します。日本2チーム、韓国2チーム、合計4チームで、どこが一番強いのか、まあ、日本と韓国どっちがね、強いのかを競おうぜ、みたいな、そんな感じのイベントですね。なんで、日本代表として一緒になってはいるものの、KK 焼き鳥天国チームと、まあ、僕、グリコパンドラチームは敵っすね。はい。なんで、まあ、試合も一応しましたね。はい。とかも、あるので、ちょっと見ていただきたいんで、で、リプレイじゃなくて、今日も普通に試合していこうかな。なんかね、2V、KO1、1V なんで、2V がね、めっちゃあります。はい。2V 見てもみんな、ぐらいしかわかんないと思うんで、はい。で、1V は、まあ、味方今回パンドラグリコっていう、ほんと世界トップ10に2人とも入るんじゃねえかっていうね、もうレベチプレイヤーがいるんで、まあ、僕は KOH ヒルで、KOH でね、のんびりしてました。2戦やって2勝しました。で、マジで日韓戦6年前にもね、XO とやって、その時は最終的にまあチームで負けたんで、まあ、今回リベンジできたな、みたいなのもあったので、ぜひね、ちょっと、アーカイブマジで見てください。で、2V2ね、焼き店とやったりとか、2V グリコラットペアでね、はい、無双したので、ちょっとそれも見ていただきたいな、という感じで、まあ、ちょっとトラ上げしていくか、シーズン終盤なのかもちょっとわかんないけど、せっかくなら大会で使ったこの2種の、まあ、メガナイトでも使っていきますか。今日はちょっとのんびりね、その大会の話しつつ、まあ、振り返りつつ、僕がただただ気持ちよくなってるだけなんで、はい、お話しながらね、のんびりトラ上げしていこうと思いやつ。シンデラグめっちゃきつい。あ、おちょくいるんだよ。きつい。さあ、で、なんかね、またチーム分けか。チーム分けはね、なんか、知らんす。なんか勝手にって言うとあれだな。言い方悪いか。気づいたら決まってました。はい。なので、なんかミーティングみたいな、ミーティングっていうのは、なんかルール説明です。こういう試合ですみたいな。一回負けてもルーザーズがありますよ、と。で、優勝したら、1万ドルぐらいチームでありますよみたいな。なんでまあ、ググればわかると思うんですけど、そうみたいな感じで、説明受けてるときに、あ、日の丸レッドチーム、ラトさんとグリコさんのパンドラさんですみたいな。まあ、そんな感じですね。はい。みたいな。俺こういうチームなんやみたいな。誰がいるのかも知らなかったんですよ。そう、麦がいんのかなとか、ライキさんとかはもう出んのかなみたいな。そう、全然どうなんだろうと思ってたら、ライキさんはね、解説でした。はい。あっちあっちで解説してくれてましたね。で、実況がキースさんで、みたいな。で、もう一個日本がね、ケケテン焼き、みたいな。そう感じで、まあ、振り分けられてて、って感じでしたね。チームはなんで、結構気になってた人もいると思うんですよ。なんでそのチーム分けなんですかみたいな。コメントあったんですけど、まあ、俺も知らん。勝手に、はい、そうでした。って感じですね。あー、めちゃくちゃうまいやん、それ。よいしょ。いや、これ、キングギドされたくないな。はい。というわけで、まあ、味方マジでね、そのグリコパンドラっていうのは、本気で、うますぎゾーンなので。お、ミスってる。あ、ミスってる。今日も俺、運もいいようだ。はい。あ、でも、いい色呼び。うんで勝った。味方がね、マジで今回は本当に強いので、まあ、僕はちょっと 2V だけはね、どうにか取りたいなと頑張りました。2V 取ってしまえばもう、味方にグリコパンドラ、まあ、グリコパンドラの2人をまあ知らない人用に言うと、さっき言ったっけ、マジで本当世界の。トップ10に2人とも入るぐらいのピースです。うん。日本でうめえの誰ってなったら、まあ、そこの名前は上がってくるよね。ゾーンですね。これ拾われたらやばいですね。ちなみに。
まあ、拾われないんで。やばい、怪しくなってきた。お着衣飛んだ。でかい、もういけいけどんどん。にゃーい、すごい、気持ちいい気持ちいい。やばい、全然大会の話できてないんですけど、まず大会がね、今回でもちょっと長丁場だったんですよね。そう、ルーザーズもあったんで、6時から始まって夕方の、終わったのが1時とか、もう夜1時とかで、うわ、優勝したっつって、お腹ペコペコでご飯食って、なんかちょっとのんびり休憩して、で、まあ動画撮ろうかなと思って、今気づいた4時。気づいた4時です、今。朝4時に動画撮ってます。はい、あんま声出せねえな。あ、まあ、そんな感じでやって、さあ、アナリストとかもいないんで、マジで3人だけで、まあ 2V はまあほぼね、僕とグリコで、このデッキ良さそうじゃねえって、これはこれの方がいいよねみたいな。そう、まあ事前練習で、まあ殺害ね、日本同士なんで、おお、ヤンキー。あの、さすがに、KKチームのね、焼き店とね、一緒に 2V2 練習したりはしましたけど、パッドで調整しつつ、本番で調整しつつの、まあ、1V のデッキとかも、まあ、全部みんなで、うん、これでいってないのか、これ刺されそうやみたいな、これ来そうとか、もう本当にずっと集中、しかも試合1勝した後に僕ら負けちゃったんで、ルーザーズからのこう連戦みたいなね、がすごいあったんですよ。で、休憩、間時間もそんなないし、みたいな。試合感もなんか、めちゃくちゃ早く、早く試合申請出して、みたいな。めちゃくちゃ、あ、何こう、一試合したら、まあ、デッキ考える時間が2分ぐらい欲しいわけよ。けど、もう、30秒ぐらいで早く申請出して、みたいな。すげえ飛んでくるんだ。いや、めっちゃ焦らすやん、と思って。もうちょっとゆっくり考えさせて、と思いながら、3回ぐらい、アットラット、アットラット、アットラットっつって、早く部屋開いてくださいって怒られてた。マジ。こっちも真剣なんだよなと思いながら、ルールとかに、ね、記載がなかったんで、まあ、そこはちょっと言えるところかなと。うん。まあ、みたいなこともありつつ、まあ、7、8時間ぐらいずっと気張ってて、ずっと疲れましたね、久々に。でもなんか、マジで、やっぱなかった。なんかこういった、ちょっと大きめのイベントって言うとあれだけど、大会、イベントがなかったので、久々になんか達成感を得たというかね、いつも集中して試合してるんですけど、いつも以上の、いつも以上のパフォーマンスだけど、いつも通りだね。いつも、動画内では見れてない隠れた俺のうまさがね、ちょっと出てるっぽいんで、ちょっとみんなにも見てほしいなと思いながら、ダイナミック何これ、ふふ、ランマがない公開って前って言われて、あ、ほらガムきちいぞ。それうまい、うますぎ、やべ、ちょっと待って、お願い、朝4時。いやー、でもこれ勝ちたいっすね、ぶっちゃけ勝ちたいよ。甘えだな、勝ちます。大砲強すぎ、え、マジこういうことなの、結局。あー、ずる、これメガネついてる、
やべ、今日の俺は一味違うぜ。ささ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 さポーン。危ねえ、危ねえ、危ないけど勝てばいいんですよ本当に。いやマジでマジでダメない。いやマジで大会の話何をしたか全く覚えてない。全く覚えてないけど優勝したから久々に焼肉食おう。グレーだな。焼肉ってマジで食ってないと異常に太ない。1ヶ月ぐらい多分ね、1、2ヶ月ぐらい焼肉食ってないんで、勝負金で爆食いします。まああとはあれですね、まあ結構ネタバレというか試合の話にはなっちゃうんですけど、まあ、本当に味方がグリコパンドラ、そう 2V もやっぱグリコもめっちゃうまい。そう初めてやるペアでね、一回練習した程度で大丈夫なんて話なんですけど、まあなんかもうね 1V めちゃんくうまい選手だと、もう 2V もなんかね余裕でできちゃうみたいな。息もねすごいあったね。もうミスもマジほぼない、完璧よりもさらに上ぐらいの120点ぐらいのねプレーをお互いずっとやってて、たまになんか20点ぐらいなひどい試合もなんかあったんですけど、そう、まあ、でも全体で見たらもうね完璧すぎる 2V でしたね本当に。そうで 2V は、合計5試合やって4勝1敗かな、セット数は。そうなんでだいぶ勝ったかなと。でその後の KOH でパンダラがね、なんかマジでいい意味でマジキモかった。だって5試合したって言ったよね、5試合で3立て3回っすよ。やばくね ?1 番手。なんか今回2、うわぁ、出たこれ、最近なんかね、この、変なバグがあんねん。3試合でね、ん?じゃあ 2V の1番手に行った人は、じゃあ 2V 出たら、出てない、もう一人が、KOH1 番に行かないというルールがあったら、行けないっていうルールが、1番絶対ですみたいな。そうなんで、本当は僕らは、僕が1番に行って、もう後ろをグリコとパンドラで固めるみたいな感じだったんですけど、うわ、パンドラ1番絶対なのかっていう、ちょっと嫌な部分もあったんですよ。僕後ろ嫌だと思って。そう、俺前がいいのにと思ってたけど、これライトあるんで、足のやつに入れちゃいないし。うん。けども、だんだん1番手で3立て3回、2抜きと1抜きっていう、バケモンっすね。気持ちで12勝2敗ぐらい。マジで無双してたんで、本当に、今回のね、本当パンドラのおかげって言うと、マジで間違いじゃないっていうか、もうほぼそう。まあ、そのパンドラがもうちょっと不調だとしても、グリコもいるし、まあ、一応俺もね、いたっていう、一応。っていうのもあるんで、まあ難しいところではあるが、マジすごかったね。本当に。うめえなーって思う。うまいとかの領域じゃないんですよね、もう。すごい感動。逆になんか引くぐらい。それずるい。え?なんかおかしくない?そんな綺麗になる?ちょっと行かなきゃな。にゃーなんでエレジャイだけはね許せん。どうしようマジ。あっちゃけライトを追加。耐えたいね。とりあえずねめっちゃ良かったってこと。 G
チームワークも完璧だった。いで、フェニックス強い。いやー、ディガ行くべきだったなこれ。あー、うまっ。うわー、これまったか。今めっちゃいいライトニングっすね。あれ、先行型やん。え、なんか文字でさ、あ、ゴリーっとりやん。最近なんかこのゴルナイのねゴリーがよくあるんで。いや俺これ守るけど、いや無理だ。はい、まあ、エレンジャイはあの無理です。2カ戦のねアーカイブ見るとね、それもまた分かると思うんですけど、めっちゃ強いっす、エレンジャイも。そう、まあでもメガネットプリンスだとね、それもまたワンチャンあるよっていう。そう、また最後の試合、もうね優勝決めた試合、まあ誰のダニとかあんま言えないけど、もうねレベチでうまかったかな、見てほしいな。そう、ああいう試合はねちょっと見ないのはね損じゃないかなっていう。あ、こういう相性はかこう意外と勝てるんだというか、なんとかなるんだというか、こんなのでも勝てるんだみたいな、ちょっと驚きがねすごいあるんだ。やべ、なんかロケット来てるやん、気づいたら。なんだこれ、ゴブリンロケ、あー、ディガロケだ。ディテ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 ィディガロケです。なんちゃバレル吹き矢だったの、マジでわからん。ちょっと強そうだね、この方。俺がインフェマジでやめてほしい。インフェだろ。あー、強い、それ。あ、強い。キングギドマジでやめてほしい。わかりました。普通のコカツでした。全然テンプレのコカツだ。これは、させるぞ、全然。いや、一旦なんか絶対に守って、形組んで、竜の追加。プリンスがあんな当たらかんか。まあ、この圧着結構熱いっすね。いや、マイク強い。ちょっと待って、こんなはずじゃねえ。ワンチャンありそう。にゃー、これは難しいとこではあったが、あげました。まああとは何だろう、 2V は今回バンがなかったっていうのもちょっと珍しかったですね。基本バンがあってトルネバンとかの環境でやるので、まあトルネね環境っていうのがちょっと渋かったね。ちょっと渋かったってか、もうトルネあったらもうすごい環境がもう何、ゴルナイトルネパーティーした方が勝つみたいな、もうゴルナイトルネマッチみたいな、もうゴルナイトルネでダメージ稼いで
ゴルガエトルネダメージ稼いでがもう強すぎて、それを極めてしまえばもう何でも勝てるやんみたいな。あ、また枯渇だ。枯渇は勝つぞ。うん、そう、圧倒的ドリルゲーでしたね。いや、うまい。それいやー、ディガーにこれたぎってほしかったな。プリンの一個内側にやったのに。きついとかないか。なんで今落としたやん。殴って落としたやんけ。絶対疑惑です。まあロケボーやるっすね、これ。さあマイティー、あの野郎どうしようかね。マイティーをどう突破するか。アイスピゴブリン、ゴブリンないし、ちょっと行きたい感もあるわ。行きやさそう。こういうことっすよね。もう あとはあれっすね、まあ、まとめみたいなになるけど、まとめというかなんか感想というか、なんだろう、なんかやっぱチーム戦だったのも良かったかな。めちゃくちゃそう、やっぱグリコとかパンドラと面識もあるし、話も全然したことあるけど、なんかね、特別めちゃくちゃ仲良かったかとかって言われると、まあ難しいとこであって、別に仲悪いわけじゃないんですけどね。そう、多少関わりがあるぐらいだったんですけど、やっぱ一緒のチームで一緒に戦ってとかがあると、なんかもう一気にこう仲が深まったというか、もうお友持ちって感じですね。うん、何言ってんだろう、思われそう、やばい。そう、でもまあなんか一緒に戦えてよかったな。初めて一緒のチームになったっすね、その二人とは。いやー、めっちゃいいリーガーやん。団体ウィーク。サンガオからだったかな。うん、って感じかな。やっぱ一緒のチームになったことない人とチームになるのはいいっすね。あー、キングギドウだ。うまっ。入る。おーい、ワンパンチ。マジこれが強いよな、このメガネドンブレーカーは。メガナイトプリンスとかね、組んでからの追加。そうなんで、まあさっきも言ったけど、やっぱ定期的にね、なんかいろいろイベントあるのめっちゃありがたいし、なんかチーム戦とか、最近だとドラフトしてみたいなのもあるけど、やっぱいろんなね、
いろんな選手といろんな人たちとこう関わりたいっすよね。やっぱ関わってどういう人か知って一緒に喜んだりすると、それが楽しい。なんか青春してんなってなるっすね。部活やんみたいな、高校サッカーやん、甲子園やん。今日の俺はちょっとだけうまいんだね。覚えときお兄さん、相性がいいだけだ。ボコボコです。はい、さあ、まああんまもらえないけどね、勝っただけね。よいしょということで、まあ、そんな感じかな。なんか一通りはまあ話したかなと思うので、ちょっとまああとは本当にアーカイブ見てください。まあでも本当になんかね、こういうなんか大会とかイベントにちょっと呼んでいただけることだけでもまだありがたいので、本当にやっぱね、若い子でもう強い選手っていうのはもうたくさん出てきてるんで、そう本当にね、ちょっとまあ呼ばれてるだけでちょっとまだ頑張れてんのかなと。はい、もっともっとね、ちょっと本当上にね、しっかりついていって、まだまだ前線で戦えるようにね、はい、頑張っていきたいっていうのはね、まあ一つの目標というかね、まあ軽めのね、まあ目指すべきところなのかなと。今後もね、古参代表としてね、ちょっと頑張るので、応援の本当にね、お願いいたします。応援してくださった方々もね、ありがとうございました。